今回はマツダカペラの北米使用車マツダ626、こちらの1999年式のモデルをご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。北米的自動車ブログのゆうすけです。今回もですね、ここアメリカロサンゼルスの解体屋から車のご紹介していきたいと思います。それで今回ご紹介する車なんですが、こちらですね、マツダの626、こちらの1999年式のモデルをご紹介していきます。それでまずはじめにですね、いつも通りこのマツダの626、5代目のモデルのモデル紹介の説明から入らせていただこうかなと思います。このモデル紹介の後にですね、実車のご紹介もしておりますので、もしよろしければご覧ください。それでこの5代目のマツダの626ですね、こちらの車、販売開始が1997年、そこから2002年まで販売されました。それでね、前回ご紹介した3代目のモデルですね、88年式の626、これはね、結構平べったい、ボディスタイルで、結構車高が低くてね、かっこよかったんですが、そこから4代目にモデルチェンジしまして、これがね、ちょっとお世辞にもあまりかっこいいとは言いにくい、デザインになりまして、そこからその4代目を、ブラッシュアップして、綺麗なデザインにしたのが今回の5代目のモデルという感じになります。それでね、この5代目のカペラなんですが、こちらが日本ではですね、ステーションワゴンが結構売れたのかなという印象なんですけど、アメリカではセダンのみの設定となりました。それでこのカペラ、アメリカのマツダの626ですね、こちらの北米使用車の生産はですね、まず一つ目が日本の広島の豊富工場、要はマツダの本社工場ですね、こちらと、あとはアメリカのミシガン州にあります、フォードとマツダの共同工場、こちらの2カ所で、生産が行われました。はい、それではね、実車のご紹介に戻っていきたいと思います。こちらが今回ご紹介するマツダの626ですね。こんな感じで全体的なスタイルは、丸っこい、丸みを帯びたスタイルとなっております。エンブレムはこういう感じでね、626と、ついておりますね。リアからはこんな感じで、リアスポも装備されていて、そのリアスポにはこういう感じでね、LED のブレーキランプも装備されております。それでこの車、北米使用車は、ね、の特徴で、サンルーフが装備されておりました。はい、それで車内、見ていきましょうか。シートもね、こういう感じで、かなりもう特徴のないというか、もう普通のセダンのシートですね。これといって取り立てて言うこともない、ようなシートです。それでね、ステアリングのロゴは、もうマツダは、今のロゴというか、この新しいロゴに切り替わった後ですね、となっております。それでこれがスピードメーターなんですけど、スピードメーターは、もう普通のアナログのメーターですね。表記はもちろんマイル表記となっておりまして、左から多項メーターとスピードメーター、あと、これが水温計ですね。と一番右に、燃料計が来ると、いった感じです。それでこれがメーターの左側なんですが、こういう感じでね、左側にエアコンの吹き出し口がつきまして、その下にこれがおそらくメーターの照度調整のスイッチですね。あと今触っているのがこれがミラーの調整ですかね、のスイッチがここに来ます。このミラーの調整のスイッチなんかは結構珍しい形状なんじゃないかなと思います。通常ね、あとドアのところについたりすると思うんですけど、こういうところについておりました。はい、それでこれがウィンカーとライトのレバーですね。このあたりは、普通の日本車と変わりません。はい、それでこれがセンターパネル周りですね。今触っているのが、これがハザードスイッチとかですかね。あとこれですね、これ面白いなと思ったんですけど、これ見えますかね？真ん中に、スイングっていうスイッチがついてるんですよね。要はこのルーバー、エアコンの吹き出し口がスイングするのかと思うんですが、これ北米仕様の車でついてるの初めて見ましたね。僕がかつて見たことあるのでは、日本のクラウンがスイング機能がついていたかと思うんですが、
それ以外でついてる車はこの車が初めて見ましたね。まさかね、このアメリカ向けの車で、しかもこのね、ベーシックなセダンの、カペラ、マツダの626についているとは思いませんでした。これは日本使用車にもついていたんでしょうかね。はい、それでこれがエアコンパネルです。エアコンの操作はマニュアル操作ですね。オートエアコンではありません。はい、それでね、これが、コンソール周りの、小物入れなんですけど、ここにね、マツダのエンブレムが入っていました。これおそらくこの車のものが外されてここに入れてあったのかなと思うんですが、なんでね、こんなところに入ってたんでしょうね。ちょっとわかりませんが、こんなところに入っていました。はい、それでね、これがオートマのセレクターです。オートマのセレクターの形状自体はね、当時のマツダ車の、セレクターという感じで、このね、シフトノブというか、これどこかで見たなと思ったら、当時のマツダのミレーニアとかもこういう形状してましたよね。結構特徴的な、形状だと思います。はい、それでこれがセンターコンソール周りですね。こんな感じでサイドブレーキはハンドブレーキ式となりまして、で、その横に、ドリンクホルダーが2つ分付きます。で、その後ろにですね、こういう感じでセンターコンソールの、アームレスト兼、小物入れが、来ます。アームレストこんな感じですね。これもね、かなりシンプルな感じで、特に何かが出てくるとか言ったこともなく、ただの蓋ですね。はい、それでこの車ね、先ほどお見せしたようにサンルーフがついております。それでこのね、サンルーフの操作スイッチなんですけど、これちょっと珍しいですよね。これ後付けのサンルーフなんですかね。この ASC っていうのがちょっとよくわからないんですけど、こんな感じの、スイッチがついておりました。これ他社の車でね、サンルーフ付きの車ではちょっと見ないデザインですよね。やっぱりいいですね。サンルーフは明るくて。で、この車のシートは、もちろん、マニュアルシートとなります。パワー機構は一切つきません。はい、それでこれがインフォメーションラベル、なんですが、ここにですね、見えますかね、メイドイン USA とあります。ですのでね、この車は、広島製ではなくて、アメリカのミシガン州の工場で、製造された車ということになります。あとね、面白いのが、これがドアパネルなんですが、ここにですね、トランクのスイッチが、トランクオープナーのスイッチですね、が来ました。結構ね、トヨタ車ばっかり見てると、運転席の下にね、レバー式で付くことが多いんですけど、この車はドアにこういうボタンが付いていました。ホンダ車なんかもこういう方式が多いんですかね。はい、それでね、助手席側からも見ていきましょう。まあ、車内ね、ちょっと一応全体映しておきますね。こんな感じになります。とってもシンプルですよね。まあね、高級車ではないので、そこまで派手にする必要もないのかなと思うんですが。助手席にはもちろんもう、99年式ですのでね、エアバッグは装備されております。はい、それでね、これがドアパネルです。ドアパネルも、パワーウィンドウのスイッチのみ、がついておりまして、その他一切余計な装備はついておりません。かなりシンプルですね。それでこれがシートです。シートもね、運転席で見ていただいた通り、とてもシンプルな、シートになっております。それでね、要はこの車、サイズ的には中型セダンなんですけど、もう要はね、下駄車というか、足車として新車時からそういう位置づけで売られていたのかと思います。ですのでね、一切、豪華装備というのはついておりません。でもね、よく考えてみると、この車が今のマツダ6、アテンザですね、の、ご先祖様にあたる車ですので、そう考えると、かなりね、この車も進化したなというか、成長したなという印象です。今のね、アテンザの内装なんか、もうドイツの高級車顔負けのクオリティですもんね。それでグローブボックスです。これもね、特に、ダンパーとかもつかずに、バンと開くタイプの、グローブボックスがついておりました。はい、今回はこういった感じで、アメリカの解体屋からマツダの626、2本目カペラの、ご紹介をさせていただきました。
今回もご視聴いただいてどうもありがとうございました。